ま、適当にやるか。俺を雇うなんて物好きだよな。あんまり頼りにするなよな。本気出しちまうだろ。父上、ちゃんと参上しましたよ。まったく、どういう風の吹き回しなんだか。兄弟仲良くって柄じゃないですね。ま、適当に頑張ります。元気の人遣いの荒さは分かってるって。こっちも覚悟決めたぜ。やる気がないのはお互い様か。ま、適当にやろうや。はい、これ。ま、無理すんなよ。なかなか、いや、最高だ。これだからお前と一緒は面白い。ちょっと、そこの人、あー、その、人助けは好きかい？助かった。礼は、俺の体で。ここは通さないことになってんの。力ずくでってんなら、話は別だけどな。もちろん、策ぐらいあるさ。めんどくせえけど。そっちの本気、見せてみなよ。まあ、こっちが見せるかは、また別だけどな。めんどくせえ。正直、敵同士で会いたくはなかった。あれ、父上じゃないですか。まあ、こういうこともありますよね。あ、兄上。勝っても負けても怒る気でしょ？よ、元気。って、とうとう俺を見限ったのか？よー、竜講師。似た者同士、本気でやり合ってみるか？よー、諸葛丹。俺に本気。出させてみたかったんだろ。やっぱり父上にはかないませんって。出直してきます。本気出したはずなんですけどね。じゃあ兄上、小言はまた今度ってことで。降参降参。元気、お仕置きはまた今度な。竜講師、やっぱり優れてるじゃないか。そのうち酒でも酌み交わしたいよ。諸葛さん、お前は十分強い。早く己の器と目的、測れるようになれよ。よ、お前の顔を見に来たぜ。何しろ、すげえって評判だからな。へえ、噂通りなかなか。こりゃ素通りはできないわけだ。やっぱお前はすごいよ。器ってのが他の奴らと違うのかもな。気が向いたらまた会いに来てもいいだろう。もう、ダメだって言われても勝手にするけどな。なあ、お前に頼み事がある。ちょっとした仕事なんだが。そうそう、頼む。って、バレてたか。お前、結構鋭いな。なあ、お前に頼み事がある。ちょっとした仕事なんだが。そう来たか。言い返せねえ。じゃあ、後で本当に付き合えよな。なあ、俺たちって長いよな。いい加減、俺の顔も見飽きたりしないか。ま、この気楽さが何より大事ってね。これからも適当によろしくな。なあ、俺たちって長いよな。いい加減、俺の顔も見飽きたりしないか。まあ、なんていうか。
俺はそうでもないぜ。お前の顔ずっと見続けていたいんだ。芝将殿、先の戦の傭兵お見事でした。よしてくれよ、そんなに褒めたところで何も出ないぜ。なんと、さすが芝一族の御曹司は謙虚であられる。謙虚こりゃ新手の嫌がらせだな。